気にしないでありがとうございます。あず悲しいけど、お花屋敷写真いっぱい撮った。私自撮りは一回もしてないです。あの写真撮ってくださった、あのマネージャーさんが写真撮ってくださったのを送っていただけたら載せれるんですけど、そう自分では1枚も今持ってないです。みんなあげてていいなって思いました。あずも写真撮ればよかったって、残念、絶対撮ればよかった。マネージャーさんに送っていただけたらあります。でもサエとツーショットは何枚か撮りましたよ。送ってもらえなそう、どうなんだろう、送ってもらえるかな。楽しかったです。アシュエモンさんありがとうございます。クマペンギープさんもありがとうございます。タモさんもありがとうございます。サクサクさんもありがとう、翔平さんもありがとうございます。スイミさんもありがとうございます。マジュピーさんありがとうございます。でもそのマネージャーさんの LINE 持ってないんですよね。だから送ってくれるか不安だけど待ってます。雨降ってなかったです。よかった。雨降ってなかった。ファンの方は撮影禁止で、そう撮れてないんですよね。1枚だけファンの方とツーショットは撮りましたよ。最高でした。あ、ジラッチさんありがとう。あ、アズにハートいなくれたいジラッチさんだ。戻ってる。クマありがとうございます。花やすいイベント楽しかった。本当に楽しかった。なんかもうひたすら遊んでました。遊んで、そう遊んでクレープも食べましたよ。クレープクレープめっちゃ美味しかったんです。いちごチョコ食べました。あずはチキみたいの、いやスマホのそのファンの方のスマホで撮るって感じでした。ツーショット最高でした。もうめっちゃねずっとね喋ってる感じでしたね。神イベですよあれは。絶対最高、超楽しかった。私たちからも、私たちからしても神イベでした。そう花屋敷貸し切りでした。みんな私服です。ワンちゃんさんありがとうございます。サマさんありがとうございます。あ、あず焼きそば、焼きそば、そうあの焼きそばとアメリカンドッグとあのクレープ食べました。食べちゃった。いただいたので、そう焼きそばとアメリカンドッグ余ったからみたいな感じでいただいたので、それも食べちゃいました。お腹いっぱい。そうイベント、えでもね遠足っていうかイベントでした。でも遠足、いっぱいね探して歩きましたね。でもあ5位ありがとうございます。食べちゃったね。そうずっとね、そうなんかなんて言うんだろう、ファン、うかちゃんさんありがとうございました。楽しかった。そうそうそう、ひたすら明日の配信時間どうしようね。遠足、遠足でした。楽しかったよ。またやりたいって思いました。飲み物たくさん乗りました。何個、5個ぐらい、5個6個ぐらい、結構乗りました。6個か5個かぐらい。そうなんか悔しいから寝る。またぜひ会ったら来てください。あずもまたやりたい。なんかね、そうあ6個6個か、そう楽しかった。でもぜひまた会ったらいいなって思いますね。たくさん乗り物を乗って、たくさんファンの方とおしゃべりして、そうなんか本当にたくさんのファンの方となんかバイバイしたり、あの違う子のファンの人たちとかもよくね通りがかったりするので、ヤッホーって言ったりよくなんかしてました。あトリピーさんハートありがとうございます。トリピーさんも浅草いたんですよね。見ましたよ。来てほしかった。ジュリーさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、秋田さんこんばんは。
本作さんありがとうございます。ゆうすけさんもありがとうございます。初見です、ありがとうございます。武蔵さんありがとうございます。今日誕生日、あおめでとう、ハッピーバースデー。ワン、そう、ほんと集団行動でしたね。そう、楽しかった。あとはサエとペアでした。サエとペアで回りました。そうなのに一番最下位でした。サエとね、あとでやったんだけど、なんかね、のんきにそうクレープとか食べちゃってた。みんな食べてない中、のんきになぜかクレープ食べちゃって最下位になりました。アズとサエのチーム。楽しかった。でも2時間かかったのおかしい。本当にそう、わかります。そう、サイアズでした。サイアズコーミー、あ、西さんありがとうございました。ありがとう。レースした、レースっていうか、なんか花を見つけるゲームみたいなのをして、そのヒントのためにそう、なんかいろいろね、花屋敷の中に隠されてる花を見つけてヒントを元に探すんですけど、そうみたいな感じでしたね。めっちゃなんかあ、ほっこりしたイベントでした。とっても楽しかった。本当にひたすら遊びになってましたね。サイヤズほのぼのして、確かに超楽しかったです。そう、楽しかった。みんなでクレープも食べたし、ファンの方と。そう、なんか楽しかった。みぞさんありがとう。しゅうかちゃんもありがとうございます。ハート、綺麗な。はーい、明日どうしようかな。朝か、うーん、田口屋さんありがとうございます。嬉しい。あんこさんありがとうございます。みとんさんもありがとうございました。明日か、夜はそう10時。でもなんか明日平日ですもんね。どうしよう、10時。10時から11時半朝のか、普通に朝早くか迷う。皆さんお仕事ですよね、多分。まずも明日はやることがあって、そう、朝めっちゃ朝やるか、ちょい朝事務所でもう10時ぐらいから事務所で配信するか悩みますね。9時から12時忙しい。じゃあ朝かな、朝の方がいいのかな。そう、でも2回配信ですね、夜と朝午前中。どっちか、どうしようかな。でもお家に帰るの遅くなっちゃうからあれかも。あの夜夕方になるかもしれない。あず夜できないかもです。あの10時とか個人的にはめっちゃ朝。じゃあ朝しますか。8時
あーどうしようかな、7時から7時から9時、えどうしよう、7時から8時かな、やるとしたら7時から8時とどうしようかな、8時、19時台、私何時に終わるんだっけ、5時だ、5時半とか早いですかね、5時半から2時間7時半まで、迷うね、じゃあもうそうですね、アズが決めちゃいますか。私は一番いい時間、そうできない時間を確かにできる時にやっちゃっていいですかね。じゃああれこれ合ってるかな、待って、あ絶対変、待って、あちゃうわ、ちゃう、待って、どうしよう、悩む悩んじゃうね、やっぱがお家帰、あーやだ、なんでこんな優柔不断なのだ、アズは。なんかさ全然自分の中のタイムスケジュールが動いてないです、頭で動いてないです。はいはい、爆発します、頭が爆発しそうな、ありがとうございます、森さん、たくさんハートもありがとうございます、皆さん、とりあえず深呼吸出す、煙出てそう、帰国、こんな時間決めるのに煙出てやばいですね、明日なんて人だ、どうしじゃあね、でも本当に、あ痛い、自分の足叩いちゃった、アジビスさんありがとうございます、アイス、まずはそうだね、朝1時間やって夜2時間でしょ、2時間ってことは2時間ってことはそれか、そうですね、もういやでもな、何分かかってるんだ、全く7時から21、そうね、そうでもね、どうなんだろう、あー、何で迷ってんのかも分かんなくなっちゃった、混乱、朝起きれるかも心配、起きますけど、そうドボンもやんなきゃいけない、それも考えてるんです、なんか夜の方が私ね集中できるんですよ、夜のドボンの方がめっちゃね何回も集中、本当に連続でできるから、夜めっちゃ夜はそうドボン集中でも本当に最近やってなさすぎて、最近っていうか今日と昨日全然できてなさすぎてちょっとやばいからやりたいんですよ、
テラスありがとうございます。クマ、そう細かく分けだから2個に分けようと思って、朝1時間夜2時間入れたいんです。確かに朝だけ決めて夜、それもあり。そうですね、めっちゃさ早い、5時半から7時半とか困ります。味的にはあ、そう違う5時半から7時半じゃないわ、そう そうします。もうねダメだ、あずはそしたら結構いい感じ。まあ変わったらまたあれ報告します。あとこれ本当に合ってるのかちょっと不安なんで、後で変わったら言います。でも一応これでお願いします。そうなんです、明日はちょっと早めですいません。夜お願いします。ダイバーさんありがとうございます。ありがとうございます皆さん。アズの優柔不断合戦お付き合いいただいて、時間決めるの一番大変かも。やる配信するのは全然楽しいんですけど、この時間決めるのはちょっと大変です。タイムスケジュール組めない人です私。そうね、21時以降はずっとドボンタイムやってたいですね、はい、お願いします。ほうこさんありがとうございます。パンダマラさんありがとうございます。タイマさんゴーゴーありがとうございます。メニュー決める確かに迷うけど、うん、でもそれはあんまね、なんか自分のことは迷んないかな、なんて言うんだろう自分そういうのは迷んないけど、こういう皆さんに関係あることはちょっとすごい迷っちゃいます、はい、遅くなっちゃった、ありがとうございます。全然私はね、そ別に優柔不断、服とかもすぐ決めれますね。何なんだろう、こういうのはちょっとね難しい感じ。そうなんです。でも決めました。楽しかったな。にゃん吉さんありがとうございます。ハートしゅうかちゃんもありがとうございました。なんかおしゃべりしましょう、なんかないですか、おしゃべりする内容のコメントしてくださったら嬉しいです。いろいろわかります、楽しいよね洋服買うの。あもうね、おとといじゃないか、全然ちょっと前に来ました。歩き回って疲れた、たくさん歩いた、でも楽しかった。なんかシューズちゃんと靴で行ってよかったって思いましたね。たくさんありがとうございます皆さん、ソリさんもシカさんもブリミンさんもありがとうございます。ポムさん、ポップさんありがとうございます。
花屋敷は何にしたの？なんか見つけてお花の写真でお花の名前をなんかね歌詞に沿った遊びでしたね。どれくらいの花があるんだ、学者を聞いて知らない、見たことない花とか、なんか 花にがいろいろある歌詞になんかしたので、歌詞に沿った花探し、そこの名前、この花の名前なんだみたいなゲームでした。でたくさん回って、そうたどり着いたところの乗り物に乗るって感じでしたね。楽しかった。みんな優しかったです。アズにそのお花を見つけ、アズここだよって教えてくれて、アズが一番最初に見つけたかのように、皆さん見つけましたよって言ってみんなに褒めてもらってました。別にアズ見つけてないのに優しかった。みんな私たちのチームはすごい平和でしたね。アズさえのあれはみんな優しかったです。すごい優しい世界でした本当に。だから言ってるじゃないですか、みんな優しいんです私のファンの方は。いい貸し切りです。アズサイのチームワークサービス、そうアズサイなかなかさないコンビだったから嬉しかった。サエちゃんとできて、サエはおもろかったです。とても元気でしたね今日。YouTube 出た、あ、なちさんのね YouTube ちょっとだけアズいますよね。ちょっとだけ出てた、出て振ってた。あれは何日目、1日目か、1日目の、そうですよね、僕隊の衣装で出てましたね YouTube。 ペア誰が決めた、ペアはもともと決まってました。そう面白かった、たくさん。アズに見とれてヒント探せなすぎ、いやそんなことない、皆さんちゃんとやってくださいました。見とれてな、大丈夫。18期は他はとユナとユイ、アズとサエと小ひなと水島さんでした。18期はで水島さんと小ひなはそう仲良しだからペアでしたね。ちょうど5人だったから、そう1人18期一緒にできないんですよね。でも水島さんがとやってました。楽しかったな。何乗ったの、いろいろ乗りましたね。なんだろう、でもコースターもそれこそ乗りましたし、なんか漕いでなんか上上下行ったりするやつやったり、メリーゴーランド乗ったりとか、もろもろお化け、なんか怖いコースター乗りました。あのそうお化け屋敷みたいなコースター乗りました。怖かった、サイがずっとくっついてきました。スリラーか、あ、そう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 、それそれ、あれね。結婚してありがとうございます。怖いアトラクション、え、でも楽しかった。アズは怖いは大丈夫でした。あんな自信満々にさ、一番最初に終わらせて全乗り物自由時間で乗りたいと思いますって言ったけど、一番最後でしたね、アズとサイは。悲しい、でもまあ楽しかったから何でもいいんだ。さえちゃんとどっちが、え、でもさえは絶叫系得意です。でもあのお化けとかそういうのはもうさえね一回も見てませんでした。ずっとこれずっと目つぶってたから、さえ目開いてって言ってそう一緒に撮ってました。めっちゃずっとくっついてきて可愛かったです。サエちゃん以外、そうサエね怖がってました。でも
怖かった。あれ私あれさ、ファンの方は一人ずつ乗るんですよ。で私とサイは二人で乗っていいよってことだったので二人乗ったんですけど、一人は絶対無理。めっちゃなんかさ怖そうでした。あのリアルに出そうな雰囲気が出てました。霊感ない私が言うんですけど、そうでした。さえちゃん赤ちゃんモード、そうさえ赤ちゃんモードでした。一人につきファンなんとね 6?5?6?5 なんだってな。それぐらいですでした。そう楽しかった。でもねファンの方同士も結構ね仲いいんだって思いました。めっちゃね楽しそうでしたそうそのみんなでお話ししてましたね。いい世界って、ファン私のファンの方同士で絡んでるの見るとすごい嬉しくなります。楽しんでてよかったって思いました。そう絶叫マシーンはね1回目はもうめっちゃ叫びました。サイトめっちゃ楽しい、めっちゃ叫ぼうねって話してめっちゃ叫んで、そう2回目のそれはコースターは真顔でやってみました。結局真顔は無理だったけど、その真顔でこうやって乗ってました。サイトあそうと優しい世界が当然よ。お最高ありがとうございます。そう元々仲いいすごいですよね。面白い楽しそう、おたかつや楽しそうだ。そうみんなご飯行ったりさなんかいいなってあったかって思います。花屋敷に絶叫でもね本当の絶叫はねあんま乗れてなかった乗れませんでした時間なくて。そうあのくるくる回りながらこうやってバイキングみたいなやつあれも乗りたかったんだけど時間なくて乗れませんでした。またリベンジしたいな、またあるといいな。このイベント楽しかった、本当にあの時間が1時間で終わるよって言われてたんですよスタッフさんに。なのに全然終わんなくて、多分誰一人誰どこのチームも終わってなくて、もうスタッフさんみんな焦ってました。やばい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 みたいなすっごい焦ってました。楽しかった。そう結構順調にいってたつもりだったんですけどなんかね遅かったみたいです。そうだからスタッフさんもね後でちょっと反省してました。あのこれはちょっとあれだったねって時間配分間違えたねって言われました。確かにね、しかも12年ぶりぐらいに12年、そう2006年から一回もやってないイベントだったので多分分かんないんだと思います。え、ニッシーさん熊タワーありがとうございます。え、嬉しい。熊タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ニッシーさんってめっちゃみんなニッシーさんって言ってありがとうございます。嬉しい、ニッシーさんとはありがとう、ありがたわありがたわ。ありがとうございます。マッチョみたい、武漢のマッチョみたい。びっくりした今、自分の腕いかつって思いました。こうやってやったらありがたわ、めっちゃいかつ超いかつ、あすごいすごい、ありがたわ。
泣いちゃって。みちさんありがとうございます。今お腹いっぱい、めっちゃね食べた。バスの中でいっぱい食べました。アメリカンドッグと焼きそば食べました。お腹いっぱいだよ今日。本当にありがとう。いえいえ、ありがとうございました。楽しかった。ありがとう西井さん。雨ありがとうございます。圭介さんありがとうございます。ゆい聞こえてるやん。そうだね、ゆい最近あんまね食べないようにしてるらしいんですよ。なんか抑えてるらしいけど、まあ言ってるだけでも食べてると思うんですけど、さすがにお菓子とかあげてました、小日向に今日。おーちゃんさんありがとうございます。まゆみさんありがとうございます。ハート。デミグラスオムライス食べた。あ、じゃああずと同じ、さっきのあのも食べましたから、やったね。ね、みんなお菓子なんかさ、さくやまチョコジローとか持ってる方いましたよね。西井さんとか、そう、かっちゃんさんも買ってたっけ。見ましたね、食べてなかったけど持ってたんだって思っていました。あきらさんありがとうございます。ハート。あ、知らないと聞いてくれた、ありがとうございます。高文さん嬉しいね。ラジオ初ラジオですね、私の記念すべき。ありがとうございます、聞いてくれて。そう、アズが好きな食べ物だから買ってくれたみたいです。優しい、アズ気分ですね。ズーミンさんありがとうございます。あとさすがに持ち込み、あ、そうなんだ、禁止だったんだね。通りで食べてないなって思った、みんな。そうだったんだ。ハリボーもね、みんな見た。やはりね、やはりなんかさ、足にさロコがいるんだけどさ、あったかくて眠い、眠くなってくる。ロコちゃん、ロコは寝てるけど、アズもロコがいるとあったかくて寝ちゃう。本当にあったかいこの子、なんでだ。お兄さんとで、はおよくお話できるようになりました。そう、お話し会の時もちょっとお話ししたりできましたね。あるから嬉しかったです。今日おとなしく寝てます、アズの足で。あったかい。ハートありがとうございます。皆さんありがとうございます。サイットさんありがとうございます。クマザホーさんもね、よくニコってしてくれますね。すごい優しくて、まつげまだバッチリ、あれから直してないです結局。でもね、確かに良きな方だと思いました。でも本当に今日は乗り物乗りすぎて、なんか全力で楽しみすぎて前髪のことあんま気にしてなかったです。もう絶対やばかったはず、髪そう、髪やばかったですね絶対。中盤の方とかしょうがないのか。え、コースターにも本当に、え、あずさ前髪最強説本当に、え、もう絶対やばい自信あったもん。今はな、直しました、さすがに直してまだ良くなったけど、
スガイドル。いやキープしてるんですけど、キープしてもダメじゃないですか結局。そうこれを持ち歩いて、このちっちゃいケーブ、これアズの大事なもの。これ勢い強すぎてびっくりしました、前がびしゃびしゃになりました。一回すごい勢い強かった、これびっくりしました。これはそう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 、ガチガチにやんない、ガチガチにはやんないですね、なんか動かない程度にやります。ほら、あ動いちゃった。そうって感じです。めっちゃちっちゃくて可愛いですよね、これ可愛くて買ったキープに可愛い。ガチガチではないんですよね別に。でも劇場公演は結構バチ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 ガチガチにやったりしますね。これは今日はみんなに貸しました。みんなつけるケープは、でもさえもこれの勢いにびっくりしましたこの勢い強すぎて前髪せんなんかシューってなってました。せっかく固めたのに真ん中空いてるってなってそうなんです。今日は何が楽しかった？今日ね、でもコースターは楽しかった。あのジェットコースター一番のあれも楽しかったし、お化け屋敷もなんだかんだ楽しかった。あのキャーキャーできる感じが楽しかったです。あとクレープ食べてる時ソローラーコースターなんか楽しかったです。おわーってなる、はあわーってなりました。たくさん横にちょっとね曲がるときおっってなったりします。それが楽しかった。パンダ乗った？あ乗ってないですパンダ。でもマサイさん乗ってました、可愛かった。そうアッキーさんありがとうございます。あとも明日楽しそう。これ花屋敷いえ楽しいです。花屋敷またや行きたい。あれであの乗れなかったもの乗りたいですね、たくさん。そう乗り損ねたもの結構あるので次はそれ乗れたらいいなって思います。アッシーさんありがとうございました。ラミチョコちゃんもありがとうございます。あとね、式コンプ目指したいですね、はい、楽しかった。でもあなんかめっちゃイルミネーションもあってすごい綺麗でした。夜そう夜からだったんですけどめっちゃ綺麗でした。イルミネーションがテンション上がりました。でプラス知ったかぶりがそのパーク内全体に流れててもうねテンション上がりまくりでした本当に。だからずっと頭の中知ったかぶりが流れてます私のミッチさんありがとうございます。そうイルミ綺麗だった。そうイルミでみんなとお写真撮ったりしましたね。そうめっちゃキラキラしてるでしょメンバーが。そう楽しかった本当に。次は選抜行ってファミリーでありがとうございます。ブリンさん出たいですね。もうこれ知っちゃったら楽しい楽しい本当に。ぜひ頑張ります。高ぶりが延々ループです。もうその曲延々ループです。楽しかった。スカイツリー見えましたよ、めっちゃ綺麗でした。
天気も良かった。しかもやっぱ暑くもなければ涼しく、寒くもないみたいな、涼しいぐらいですっごい良かった、いい天気でした。ヤフ太郎さんありがとうございます。無音で聞いてんのかな。みりんさんありがとうございます。しゆかちゃんありがとうございます。晴れでした、よかった。実際にスカイツリー見たのは そんなことないですよ。まだ浅草にいます？まだいるんだ。スカイツリー、いつか大阪に行きたいですね。大阪、あ、嬉しい。そうだよ、スカイツリー見たらアズと同じ景色見てるから。同じだね、のんちゃん。次当たるかな。当たってほしいです、ぜひ。宮本さんありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様です。ありがとうございます、来てくれて。ミットさんありがとうございます。あいちゃんって高校生じゃないです、高校生じゃないですよ。ここは卒業しました。少し遅れて夕食のカレー少しもどいただこうと思う。お、いいですね、ぜひ食べてくださいスカイツリー、そうなんですか。スカイツリーよく見ます、私は。タさんありがとうございます。アズ職業アイドル、そうです、アズ職業アイドルですテンパルクさん、くんさんありがとうございます。公園キャン待ちでした。あー、そうなんだ、悲しい。スカイツリー登ってみたい。私はね、登りました。結構この間ロケでスカイツリー登りました。でもあのエレベーター耳クーンってなりますよね、そういうところって。おちやさんありがとうございます。おちやさんもありがとうございました。こ、東京タワーもあの階段で登ったことあります、結構前でも。そう、階段で登りました、楽しかった。高いところ好きですね、好きですね、はい。スカイツリー一回行ったことある、いいよね、スカイツリー。ベランダから、そうですよね、結構どこからでも、私もいや見たことないわ。でもね、結構見れます。あ、そう、ガラス床ね、行ったことある。あれは怖かった、でもうーってなりました。東京の行った方がいいところ、東京の行った方がいいところ、東京か、どこだろうな。浅草は美味しいものいっぱいあるし、東京かディズニー、あ、でもあれ千葉、いや、でも東京だよね。ディズニーは行った方がいいです、ディズニー好きだからね。早く行きたいな。そこは花屋敷、花屋敷もおすすめ。浅草行って花屋敷行って食べ歩きする、これが一番いいでしょう。東京タワーもでもね綺麗、私ね、スカイツリー東京タワーで言ったら東京タワー派なんですよね、どっちかっていうと。そう、なんか見た目が東京タワーの方が好きなんですよね。なんか
し、東京タワーの周りの雰囲気も好きです。私は AKB 劇場、いいこと言ってる。確かにクリスマスのディズニー行きたい行きたい。いつ、え、もう始まってますかね、クリスマスディズニーって。もうハロウィン終わったらディズニーってあれですよね、クリスマスだよね。どうなんだろう。絶対劇場でしょ。ありがとうございます。俺も見た目はあとが一番好き。嬉しい、ありがとうございます。つみさん中身も好きでいてくれたら嬉しいです。かえでさんありがとうございます。始まってる？わ、行きたい。それは今度の握手会の時ディズニー行く。え、そうなの、めっちゃいいじゃん。幕張、いいな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 。そっか、幕張だもんね、近いもんね。いいな、行きたい。あ、でもさ、あのドボン、あ、これさ、いいのか、もうディズニー行って皆さんわかるか。そうそうそう、遊園地行きたいんですよね、早く。まだ行ってない、みんなで行きたい。18期のクリスマスで行けたらいいですね、ぜひ。今度ディズニー貸し切りで、わ、そんな一生の夢ですね。最高すぎません？え、修学旅行でしか行ったことない。そっか、楽しいよ、とても。なしちゃんは舞浜で降りないようにね、頑張ります。誘惑に負けないで頑張ります。ちゃんと通り過ぎます。予約貸し切り絶対無理でしょ。すごいすごい大規模ですよね、それは。すごい大変そう。さすがに。え、みんなディズニー行くんだけど、いいの、連れてって。アスも、あ、もう連れてってくださいよ。握手会前にディズニー行ってるよね。あ、そうそうそう、握手会の後1回ディズニー行きました。ゆいとゆめみとゆなとあずで、そう、4人で行きました。ディズニーシーに行きました。懐かしい。普段どんな服装してんの？私は結構ね、シンプル、シンプルめが多いかな。どうなんだろう。でもニットとか好きですね、冬は。アズとの握手会が夢の国に、わ、ありがとうございます、嬉しい。嬉しいです。ワクさんありがとうございます。タモさんもありがとうございます。そう、でもあれ、そう、あの時パティシコなんですよ。パティピコ。そう、パシフィコ、パピコ、パピコに聞こえた。パシフィコ、ピフィだよね、ピピフィフィ、そう、パシフィコ、ピコに聞こえるはず。パシフィコ行きました。あ、なんでさ、その幕張の時じゃなくてそっちで行ったんだろう。真反対、真反対だよね。そう、移動結構時間かかりましたね。でもね、楽しかった。前髪大事ですよ。幕張メッセ、幕張メッセからディズニーってめっちゃ近いですか？めっちゃ近い？どれくらい？稲吉エイトさんありがとう。20分、4駅？あれ？4駅くらい近っ、最高。え、じゃあみんな行くんだ、いいな。あとも行きたい、連れてって一緒に。電車で1本いいね。女子力高いと言われない？え、あんま言われないですね。普通です、普通。近いから握手会終わりでもいけるね。いけたらね。早口言葉苦手、ものによる。生麦、生米、生卵は言えます。それ以外はあんま言えないかも。
苦手かな、どっちかっていうと。一緒に行きたい、行きましょうか。じゃあ行くか。パシフィコ俺も最初言えなかった。あ、よかった、仲間だ。パーク代払いますです。いいですよ。優しい人がおる。いなきちエイトさんありがとうございます。ハート、鳥さんもありがとうございます。ひげさんありがとうございます。ハート、ヤドチーさんありがとうございます。じゃあカチューシャ買います。え、カチューシャ、皆さんってカチューシャつけますか。やっぱディズニー行ったらつける。タクシー代払う。なんでみんなそんなこと言うの。面白い。チュロス買います。お、ありがたい。チュロス嬉しいですね。みんな払ってくれる。なんで。もちろんつけます。あ、つけない、つけないんだ。カチューシャつけたい。カチューシャ買いたいな、かわいいの。ジラトーにしか似合わないから、いつもすごい似合うの知ってんの、すごい自分の。私カチューシャね、なんかね、そう、あんまね、私もでもあんま似合わないかも、カチューシャ。あのね、こういうさ、カチューシャっていうか、こういうピンありますよね、耳のピン。あれ、あれ好き、あれ好きっていうか、つけたことないけど、あれ気になってます。楽そうだし。楽そう、取るの大変か、あれ毎回。でもピンのやつめっちゃ可愛いなって思います。よくつけてるの見ますね、ちっちゃいやつ。そう、可愛いよね。あと、あ、この前の握手会の時つけてたやつみたいな。あ、そう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 、あの猫ってことでしょ。そう、でもあれはカチューシャだけど、これなんかパッチンできるんです。それめっちゃいいなって思いました。あと、なんだっけ、なんだっけ、何を落としたんだっけ、忘れた。あれカチューシャだった。そう、カチューシャ。そうなんです。なんだっけ、何を落としたんだっけな。あ、そうだ、そう、あのミニーちゃんの、なんかミニーちゃん仕様になるらしいです、ディズニーが全体が。そう、それね、え、めっちゃ可愛かったんですよ。調べたら出てくるのかな、けど出てきて、私のなんか流れてきて、ツイッターかなんかで、え、めっちゃ可愛いって思いました。そう、ミニーちゃんの、そう、なんかそういうやつがあるんです。めっちゃ可愛いんです。絶対行きたい。てか、あの平田さん絶対行きたそうって思いました。平田さんとがめっちゃ好きそうだなって思いました。めっちゃ可愛かったです。そう、食べ物もミニーちゃんになるんです。本当にめっちゃすごかった。パーク全体ミニーちゃんの。来年1月、お、1月だって。じゃあクリスマス終わったらミニーちゃんなのかな。そう、ね、ミニーちゃん人気増えちゃうね。ジェバさんありがとうございます。大泣きしたのミニーちゃん。あと、ミニーちゃん大好き、ずっと抱きつきに行ってた。迷惑なぐらいずっとギューしてた。で、多分離れなかった、記憶はないけど、そういうって言われましたね。あ、ああいうの離れないんだよって言われました。かわいい、大好き。私、そう、会いに行くの好きです。ミニーちゃんのバサバサまつげ、え、アズは大丈夫？ミニーちゃん、ディズニーのなかったらミニーちゃん、あ、でもね、シンデレラ
まあ、好きですね。シンデレラの、うん、シンデレラグループ、アリエルとかも好き。そう、好きです。ラプンツェルも好きです。一番って難しい。ディズニーでもさ、そういうの決めたい。私もなんか一押しみたいな決めたいですね。でグッズたくさん買いたい、その子にぽい。そうそうそう、欲しいんですよね。悩んじゃう。一番って難しい、ディズニーって。そう、プリンセスも一番決めれない。だってみんな可愛いんだもん。難しい。でも一番決めて、その子のグッズだけを買いたい。そういうことしたい。で集めたりそういうのしたい。何個もだと嫌なんです。ちゃんともうこの子一押しっていうのがね、欲しい。私は推し活ですね。推し活。ミニーちゃんのミラー持ってないです。かわいそう。かわいいそう。そうね、単押ししたいですね。だからサンリオも決めるの大変だったけど、やっぱいろいろ考えたりいろいろ迷った結果、マイメロちゃんにたどり着きましたね。はい、キティちゃんもでも好きですけど、マイメロちゃんがやっぱ可愛いなって思うことが多かったので、マイメロちゃんにしました。推したくさん作るタイプ。でもそのそれでも楽しいと思いますけどね。そう、え、俺の絵そうですよ。しかも私赤のマイメロちゃんが一番好きなんです。なのでもうマサリンさんのそのまんまです。最高です。単押しというワードでざわつくコメント欄。あれあれ、ざわついてんの、みんなざわついてんですか。まずが一番、ありがとうございます。よしさん、ほらケロピ楽しい。最高。それパジャマ、それでパジャマ、パジャマじゃないですよこれ。こうやったらパジャマに見えるかな。あったかい。あれ、なんだ、え、そうなんだ。キティちゃんかと思ってた。ポンポムちゃんも可愛いよね。エリザベスさん、ありがとうございます。ハート。みんなざわついて、ドキドキドキだって。髪短くしたことあります。これぐらい、これぐらい短くしたことあります。もうね、こういう系、こういう系の短くしたことあります。嫌な思い出。あ、そうなんだ、へえー、すごい。ツイッターに合わせたんだ。ボブが好き。え、でもボブじゃないですよ、アズ。ショートの写真私ないんですよね、嫌いすぎて。そう、あんま好きくなかったんです私。あ、てかあのあれはね、切り方があれでした、ダメだった。多分今はどうなんだろう。でもね、ボブ可愛いですよね。そう、でもロングがやっぱ好きだなって思います、結局。で、下ろしてんのが一番なんか落ち着く。髪巻いたりしたいなっていつか。巻きたいです。前髪パッツン好き、本当に。ジャズや黒歴史。そう、ちょっと黒歴史、お友達に切られた髪ね。アズの巻き下ろし見てみたい。え、ね、アズもしたい、巻き
巻き巻きしてみたいな。そう、やっぱポニーテールもいいですもんね。サイさんありがとうございます。クマショートが楽でもね、跳ねたりすると思う私は。そう、アスの髪はねこういう髪の流れだから、こっちは内こっちは外っていう髪の流れだから、すごいことになる、こうなる気がするから、ちょっと大変そう。エリザベスさん、シュウカさんも、マルコユキさんもありがとうございます。マルコユキさんいたよね。絶対何でも似合う、本当に優しい、ありがとうございます。カレンちゃんさんありがとうございます。飲み終わっちゃった。MV のポニーテールめっちゃ高かったよね、あれここら辺だった、びっくりした。あんな高いポニーテール初めてだったからびっくりしました。会員しました。ショートが好きなんですけど、なぜか推しになるかみんな、じゃあロングが好きなんじゃないですか。どうなんだろう、それ気になる。気になり案件、ドライアイスさんありがとうございました。村ダルマ、ツインテールはいかが。ツインテールってさね、ツインテールはよくします、よくはしたいけど2回ぐらいしたことあります。お団子2つ、あークラノーさんがよくやってるやつかな、めっちゃ可愛いですよね、すごく似合ってました。同じしゅうかちゃんもなんだ、そう多いんだ、最強ツインテール似合う、本当に。高めツインはやったことないわ、高めツインだったらやったことないです。私ドゥザダンスの、そんな好評ありがとうございます。絶対すごいことになるよ。ちゃんとやってみないとわかんないけどね。絶対に合う、本当に本当に。結構ツインテールってやってる方少なくないですか。もうこれぐらいはね、下だったらさあるけど上はあんまない。あずもやったことないです。18ゲー高めツイン公演、うわ楽しそうそれ。ね、なんかね、でもそういうね、そういうみんなで髪揃えるっていう公演とかやってみたいですね、早く。あ、確かに佐藤みなみさんやってる、めっちゃ似合ってるから、なんか馴染んでる、すごく似合ってます、かわいい。しゅんかちゃんありがとうございます。猫耳ヘア、これこういうやつだよね。あ、でもこれはしてみたいかも。あ、そうできるかわかんないけど、いつかヘアアレンジができるようになったら知りたいなっていろいろ思ってます。今はストレートを楽しみますね。ツイン大好きなんで、かつて皆さん、あ、そうなんだ、じゃあいつかできたらいいな。フォロワーが3333人、今、ありがとうございます、嬉しい。333好きだから嬉しい、うん。
そうなんですよ。3月生まれだからかな、何なんだろう、3なんか好きですね、わかんないけど明日からまたお仕事頑張ってください、一緒に頑張ろう。18期の髪型どうアレンジする、え、どういうこと、18期のみんなが似合う髪型ってこと。3って見た目が可愛い、鳥さんありがとうございます。ね、春も早くなってほしい。18期って身長高いですね、高い、結構高いです。どんどこさんありがとうございます、ハート。あずは3月が好きの、え、でもね12月好きです、私そう秋とか、でも12月はやっぱクリスマスがでかい、本当に1年で一番楽しみな日はねクリスマスシーズンです。もうねあの期間は私はずっとハッピーですよ、本当に。早くイルミネーション見に行きたいし、イルミネーション、そうなんか街が光ってる感じが好きです。どっか綺麗なイルミネーションある場所あったら教えてください。ぜひ読売ランド行ったことありますね、 お友達と。でもそう読売ランドはね本当に人が多かったイメージ、クリスマスシーズン。クリスマスソング聞く、わかる、あでもあの洋楽のクリスマスの曲めっちゃダウンロードしますね、その期間。クリスマス大事、楽しみ、本当にケーキとかもなんかいろいろさ楽しい、クリスマスって最高。ドイツ村、あドイツ村、ドイツ村さユナがさ行ったことある、ちょっとあもうドイツ村行ってみたいです。札幌のホワイト、すごい、そんなのあんの、おひなやん、いいですね。横浜赤レンガ、まだサンタさん来ます、去年は来ました、今年はどうかな、来てほしい。そう今年はあのなんかジェルスチアートの香水のちっちゃいミニセットみたいなダーン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 のやつと香水、あ香水じゃない、あのヘアオイルいただきました、サンタさんから、ありがとうサンタさん。サンタさんセンスいいんですよね、嬉しい、本当にジルサート好きなんですよね、私大好きです。今年はアドサンタがみんなに、あそうですよ、みんなに行くかもしれないです、枕元にアズが置いてるかもしれない、みんなのアズのこと好きでいてくれてるみんなにあげに行ってくるわサンダさんずいぶん、そう私はたくさん毎年来てくださって本当にありがとうございます。私の家に近いのかなサンタさん、お家がいい子してるからかな。じゃあね、来てくれるように今年もまだまだ頑張りますね。不法侵入です、やばい、アズサンタ行きますよ、みんなの速報、アズちゃんとサンタはご近所、そうかもしれない、やばいニュースみたいになってる、速報、お家近いかもしれないサンタさんと、だから毎年来てくれるのかも、ついでに通るからついでにあげとこうってなってくれてるのかもしれない。え、
わかる。あのさ、プレゼントさ、私もさ18期でプレゼント交換とかしたいな。そういうのしたい。でえ、したい。それめっちゃいい。ありあり、みんなでプレゼント交換したい。回したい。回して、そう、そういうのしたいです。楽しみ、本当に楽しみになってきた。クリスマスワクワク、早く来ないかな。鳥さんありがとうございます。本当にやることに意味がある。楽しそう。あっという間。そうだよね、あっという間だね。絶対すぐ、今年ももう終わりだとか言ってそうね。本当に時ってあっという間。ロコちゃんにプレゼントあげたい。ロコはケーキあげとけば喜びますよ。ワンちゃん用のケーキ、毎年すんごいスピードで食べるんです。口の周りこんなんつけて、もうね、生クリームだらけ。あざといロコちゃんね。交換会ショールーム配信しますか、生配信しますか。プレゼント交換っていう、みんな見てくれそう。いいわそれ。そう、ロコがケーキ食べるときはまた写真とか動画とか撮ろう。めっちゃね、可愛いんですよ。むしゃ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 っていう。生クリーム一発ルームでできそうじゃん。確かに、あずが企画者になろうかな。企画者しよっかな。クリスマスシーズン好きだから。ジムジムさんありがとうございます。赤のひらひらが見えるのやだな。ちょっとこっちにやる。ありがとうございます。そうそう、あずの名付け親だからね。一発ルームね、もうなんか馴染んできましたね。一発ルームもだんだん慣れてきましたしね。まさか私がつけた名前になると思ってなかったですね。本当に一発ルーム面白い。でもなんか面白いですね。あと15分。あ、本当だ、もう12時なのか。これ終わっちゃったら遅い時間に。ありがとうございます。皆さん初回の一発ルームであずのこと好きになったから、あー嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、初回のだってめっちゃ前や。罰ゲーム、燃えゼリフって、え、正直皆さん嬉しいんですか、燃えゼリフって。嬉しいんですか、あれ萌え系の。恥ずかしい、本当にあず最高なんだ。え、嬉しいんだ。そうなんですか、へえー、最高です。だってそうなんだ。じゃあ需要あるんだ、ちゃんと。え、私がやって需要あるかなってずっと思ってたんですよね、正直。えーってなってました。普通に恥ずかしい、本当に。しかもなんか普通にさ、マネージャーさんとかスタッフさんとかが前にいる中でさ、一人でやるから、そっちも気にしちゃいます。毎回恥ずかしいってなってます。需要しかない。おお、あ、ありがとうございます、ペンギンエプさん、嬉しい、ありがとうございます。とかメンバーのそう横でやってるのを聞いてってなる。なんか恥ずかしい、みんな言ってる。そう、なんかそう18期そう同期がやってるの笑っちゃうよねって話してました、みんなで。そう笑っちゃうって。あの聞いてる方も言う方も恥ずかしいです、あれは。そう恥ずかしい。そう同期や
AKB いるとなれるよ確かに。でももうね、なれるしかないこれは。アズが話してくれるだけ何でも好き。ありがとうございます、嬉しい。何それ、ヒエモさんありがとうございます、欲しい。あ、イケメンゼリフやばいね、小日向とかに言ってほしいかも。まずイケメンゼリフ、小日向恥ずかしがってるのもまたわー、ド S やみんな。みんなド S や。つまりアジの上、嬉しい。みんな言う恥ずかしがってるのがいいって。みんなド S やだ。恥ずかしい。楽しそうにしてるのを見る。そうなんだ、モンスレフ好き、みんな言ってくれてる、嬉しい。すごい、あざとかわいい、あざとい。誰が、じゃあ皆さんに質問、18期で一番あざといメンバー誰ですか。あざとい、あちゃんちょいちょい恥ずかしかったでしょ。恥ずかしいよ。かすみん、あーちゃんひな、かすみん、ゆなちゃん、かすみん、ゆいち、あやばい、みんなめっちゃバラバラ、すごい。かすみん、かすみん、あでもかすみんはひなの、ひなとかすみん、ひなの、ゆいち、あれゆなちゃん、あもうそこだ。でもあずとこひな以外、あずとこひなとゆめみ以外だ。あとさえかの4人、この4人ですね。じゃあ常習犯はね、ゆなちゃん先生、ゆなも結構あざといですね。確かにゆなもあざといし、まあひなのはもう自分であざといって言ってるじゃないですか。でも逆にあざとくないそれが。でもあざといことはしてますね。でもね、ゆいも、もうなんとかちゃーちゃー言ってるからあざといですね。し、かすみんは、あもうかすみんはあれは犯罪です。あれはね、メンバーにもそうですからね、ずっとみんなに。でもかすみんの方言ってガチの方言じゃないですか、大阪って感じ。ゆいはちゃーちゃーって感じだけど、そうかすみはなんでやねんとか、本当になんでやねん言うんです。私リアルなんでやねん結構初めて聞いたんですよね。かすみに出会えてよかった。かすみスキンシップめっちゃします。一番ねスキンシップするね、かすみが。うんだと思う。どうだろう、あでもみんな18期みんなスキンシップ多いわ、わかんない。でもゆいのね、あの方言、そのなんとかなんとかちゃーとか、自己紹介でなんとかちゃーとか言ってるのしか聞いたことないわ。確かにあのなまってるとか、その方言とかはあんまね聞かない。直してんのかな、それとも、そもともとあんま方言で話さない子だったのかな。全く聞いたことないです、そのなまってるとかは。で多分山口ではなんとかちゃーっていうのがあれだから多分やってるんだと思うんですけど、そうかわいいね、見てみたい、ちょっと使ってみてほしい、ちゃんと。私たちの前でかわいいから、ゆいのいつもね、だから自己紹介の時本当にキュンってなる、かわいいってなります。あ山口、やばい、山口じゃない、長崎だ。ゆいの名前に釣られたはず、そうだ長崎だ、ちゃんぽんのだ、ちゃんぽんちゃんぽんね、名前に名字に引っ張られてる、引っ張られすぎ。あちゃー、方言ずるいですよね、いいな方言、方言欲しいな。
も方言欲しい。大和さんありがとうございます。あずきちゃん頑張ってくださいね。配信ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。博多弁は本当に可愛いですよね。わかります。あんま会ったことないけど。しゅうかちゃんありがとう。私はねもう家族みんな、そうおばあちゃん一人だけは北海道なんですけど、それがみんな東京ですね。そうだからもう東京です、ずっと。あずちゃんあちゃー言う。あちゃーめっちゃ言う。なんでだろう、なんかあちゃーをめっちゃ言う。あー最悪、あちゃーあちゃーみたいな、なんかねちょっとなんか言う。なんでだろう。シティガール、確かにシティガール、ザ標準語、あめっちゃザ標準語ですね。そうさえもザ標準語。でもみんな18期はかすみ以外ちゃんと標準語ですけど。そうなんですよね。あちゃー好き、あちゃー好き。ちぴまる子ちゃん、ちぴまる子ちゃん。あず語作る、確かにあずも言語欲しいから自分で作っちゃうかな。福岡生まれです。やったー、すごいいいな福岡か、いいね。あ、小ひな、あ、そうか、小ひな、小ひなはそうだ、そうだわ。5分前ありがとうございます。報告57分8分ぐらいにランキング読みたいと思います。こんばんは、こんばんは、ありがとう。三重生まれかつんさん、おー遠い。ね、いいよね東京生まれね、シティボーイ、シティガールですね。ズーミンさんハートありがとうございます。あと5分も見れない。あ、スクショタイムってあったな、スクショタイムしましょう。何がいいですか。じゃあ前ズリフの話したからキュンポーズしましょう。今マッチョポーズ。フォローしました、ありがとうございます。マッチョポーズもやっときました。こんばんは、こんばんは。え、結局メール来てないですか皆さん、気になる気になる、結局メール来てないですか。最後にそれだけ引くわ。あー来てない、うーんダメなんだ。じゃあ10時9分はダメなんだ、はあ、最悪、悲しき。じゃあ明日の朝行くのかな、ごめんなさい。顔面がタイプです、ありがとうございます。にぎあずきです。はい、じゃあおーこーランキング読みたいと思います。はい、じゃん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 。あ、オキーさんいる、気づかなかった。ペンギンエピさん、あ、嘘、間違えた。ん、待って、ライブ、あ、こっちだ、すいません。14位、マジャピースさん、ありがとうございます。13位鳥さん、ありがとうございます。12位シュエモンさん、ありがとうございます。11位シュウカちゃん、ありがとうございます。今日もアズが大好き、アズも大好き。10位サイさん、ありがとうございます。9位ダイワさん、ありがとうございます。8位ズーミーさん、ありがとうございます。これからも長いも、これから中身も好きになる、お、ありがとうございます、ぜひ、嬉しい。7位ケロリンさん、ありがとうございます。6位アオキーさん、ありがとうございます。
遠いあずにハート打ち抜かれたいジラチさん、ありがとうございます。久々に行った。よいボリリンさん、ありがとうございます。3位ランマさん、ランマさんありがとうございます。うれしい。2番だって。2位ガチャさん、ありがとうございます。かっこいそうな。1位ニンシーさん、今日は本当にありがとう、ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございました。楽しかった。はい、今日は遅くまでありがとうございました。皆さん、そう、またね時間がちょっと変わるかもしれないんですけど、そうなんでよろしくお願いします。でもな、多分変わんないかなと思うんですけど、はい、多分変わんないです。でもはい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。遅い時間までありがとうございました。寝ましょう、たくさん、はい、ありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様です。タコありがとう、ガンちゃんさん。じゃあね、じゃあまた明日朝会いましょう。あ、待ってね、また1週間、そう明日から1週間また始まるので頑張りましょう。バイバーイ。